今月中にどうだったか私も報告をしたいと思います。皆さんこんにちは、みおりんです。今日はリクエストで最も多かった春休みや夏休み、冬休みといった長期休暇とか、あと臨時休校中にどんな勉強をしたらいいかという話をしたいと思います。まず最初にポイントをお伝えすると、決めなければいけないことが2つあります。1つ目は何を勉強するか、もう1つはどうやって勉強するか、この2つです。逆に言うとこの2つを決めてしまえば、あとは実践するだけなのでとても簡単です。まあ、とは言っても、じゃあこの何を勉強するかとか、どうやって勉強するかってどういうふうに決めたらいいのっていうところが皆さんのお悩みポイントだと思うので、こちらを今日は一つずつお話ししたいと思います。まず1つ目、何を勉強するかについてです。学校の課題がある人はまずは課題をクリアすることを念頭に置いてください。まあ、学校ごとにいろんな状況はあると思うんですけど、まずはその課題をしっかりやるっていうところを優先してください。で、課題がない人、もしくは課題以外にもちょっと頑張りたいんだけど何をしていいかわからないっていう人もいるかと思います。そういう人に私がおすすめしたいのが、テーマを1つ決めてやり遂げるっていうことです。ポイントとしてはですね、あれもこれもちょっとやらなきゃなっていう風にしないこと、欲張らないことが大事です。私これ実体験なんですけど、あれもやりたいこれもやりたいって思うと、結局全部つまみ食いで休み明けを迎えることになってしまうんですよね。で、なんか最初はやる気があって計画も頑張って立ててたけど、結局それ通りにいかなくて、で休み明けになっちゃって、あ、今回も私は何も成し遂げられなかったってすごい落ち込んで自己嫌悪に陥ったりする経験が私はありました。みんなにはそういう風になってほしくないので、テーマを絞るっていうことを大事にしてほしいと思ってます。例えば中学生だったら、そうだな、この3ヶ月で習った英文法を復習するとか、今年習った数学の図形の定理を一通り証明できるようにするとか、あと高校生だったら英単語をマスターするとか、ベクトルが苦手だからベクトルを基礎から洗うとか、こんな感じで本当に1つか2つぐらいに絞ってやり遂げてほしいと思います。このテーマの選び方なんだけど、どちらかといったら予習よりも復習の方がおすすめです。もちろん学校の内容がもうほぼ完璧になってて、もっと頑張って自分で進めたいよっていう人は予習で大丈夫です。でも多くの人は学校でやった内容で、 あれちょっと苦手だなとか、あれまだ分かってなくて不安だなってものがあると思うんですね。なのでそういう人は復習をやるっていうことをテーマに選んでください。まあ、いくつかやりたいことあると思うんだけど、特にどういうふうに選んだらいいかっていうと、中でもずっと心に気にかかってるもの、 あれできないんだけど、ずっと気になってるけど勉強しっかり時間取ってできてないなってものがきっとあると思うんですね。それをテーマにしてみてください。で、もしどうしても浮かばないとか、どうしても絞れないっていう人におすすめなのは、私は模試の復習です。直近の1回か2回分でもいいので、模試で勉強したこと、間違えたことを全て直していくっていうのが私のおすすめの勉強です。まあ、自分で絞れる場合はさっき言ったみたいに英文法とか、まあ、ベクトルとかっていう風に一つ絞ってみてください。で、2つ目ですね、どうやって勉強するかっていう勉強の方法についてです。そう、これは使うもの、参考書とか問題集、どれを使うかっていうのを決めるっていうのが一番大事なことです。例えば教科ごとに例を挙げてみますね。例えば英語だったら英単語帳の何番から何番までをやるとか、ワークで仮定法の問題全部解くぞとかっていう風にページを決めていく。で、数学だったらまたそうですね、チャートでベクトルの問題を全て解くとか、もしこれがすごい膨大になっちゃうっていう場合には、特にチャート式とか問題数すごい多いと思うんだけど、そういう時におすすめなのは例題だけを一通り解くとか、
最初に章末問題みたいなところを解いて、そこで解けなかった問題の基礎問題に飛んでいくとか、そういう方法も結構効率的でおすすめです。で次、国語で言うと漢字ドリル何ページから何ページとか、現代文だったら現代文はちょっと復習っていうのがなかなか難しくはなってくるので、それ用の問題集を用意して何ページから何ページを解くみたいに決めるのがいいかと思います。古文だったら古文単語の古文単語帳を持ってたりすると思うので、何番から何番まで復習する。あとは古典文法の過去の単元だけ解くとかね。あと漢文だったら基本句型のことになってくると思うので、ワークでこの句型だけしっかりやるみたいな風に決めるといいと思います。理科だったら、理科は単元を決めてその単元の参考書を読み込んで問題を全部解くみたいな感じで決めるのがいいと思います。社会はですね、社会も結構暗記要素が強いと思うので、ここ1ヶ月ぐらいとかここ3ヶ月ぐらいで授業で扱った内容を復習する。教科書を読み込むっていうのもいいと思うんですけど、なかなか教科書だとこう読みづらい部分もあると思うので、サイドリーダーみたいな読みやすい参考書を買ってきて該当のページを決めて読むみたいなのもありだと思います。で、全部の教科に当てはまるんですけど、やり方としてはですね、やりっぱなしにしないってことがすごく大事だと思います。まず最初やる問題集とか参考書を決めますよね。で、そのページとか問題番号を決めます。で、解きますよね。で、解いたら必ず丸付けをしてください。で、間違えた問題にはこの時必ず印をつけてほしいんですね。バツ印とか三角印とか。で、その1周目は印をつけながら勉強する。で、必ず2周目をやってほしくって、2周目は1周目で印のついていたものっていうのをやってください。で、できれば3周目ぐらいまでしてほしくって、3周目は2周目で印がついたものをやるみたいな感じでやっていくと、 2,3 回間違えちゃうもの、毎回解けないものっていうのが出てくると思うんですね。で、こういうものをまとめノートに追加していくっていうのが私がやっていた勉強法です。まとめノートに関しては、中学生におすすめのノート勉強法っていう動画と暗記ノートの紹介の動画があるので、その2つの動画を見ていただけると嬉しいです。この2つの動画の違いとしては、時間がある人は中学生におすすめのっていう方を実践してほしくって、あんまり時間がない人とか、あと結構範囲が多岐にわたっている人、主に高校生とか大学受験生の子は暗記ノートの方の勉強法を真似してもらえるといいかなと思ってます。ということで、まとまったお休み期間中の勉強法についてお話をしてきました。今回私が一番お伝えしたかったことというのは、一つしっかりテーマを決めてそれをやり遂げることが大事ですよっていうお話です。これは私の学生時代の失敗から来てます。一個決めてしっかりやり遂げてそれを積み上げていくことが大事だったなって思ってるので、ぜひ皆さんにはそうしてほしいと思います。そう、それでこの動画の、コメント欄でもいいし、まあ、どこでもいいので、私はこのお休み中一つこれをやってみますっていうのを宣言してみてください。例えば、私はこのお休み中ベクトルをマスターしますとか、古文単語を200個覚えますとかっていう風に宣言してみてください。で、1週間とか2週間で OK なので、短期間しっかりそれをやり込んでみましょう。で、1、2週間後しっかりできましたってみんなに言えるように宣言してみてほしいと思います。で、なんでこれを言うかっていうと、実は私自身ですね、ずっと勉強しなきゃと思ってできてないことが結構いくつかあるんですね。今回皆さんと一緒にちょっとそれをやりたいなと思っていて、みんな勉強頑張ると思うので、私も一個決めて宣言してちょっと 1,2 週間頑張ろうと思ってるんですね。で、私がやろうと思っているのはプログラミングのお勉強なんですけど、実はお恥ずかしながらプログラミングの勉強を私 2,3 回ぐらいチャレンジしてて、すごい三日坊主なので、だいたい3日か続いても1週間ぐらいで挫折しちゃって、なんか中途半端で終わってるんですね。で、今回私自身ここで宣言して、今月中に
プログラミングの勉強を一通りやるっていうのを宣言したいと思います。私がやるのはプロゲートという、まあ、みんな知ってるかもしれないんですけど、オンラインで自分で勉強ができる素晴らしいサイトがあるんですけど、そこで HTML っていうのと CSS っていうものをちょっとできるようになりたいなと思ってます。なのでちょっと私もしっかり今月中にそれをやり抜こうと思っているので、皆さんもよかったら宣言してみてください。今月中にどうだったか私も報告をしたいと思います。ではちょっと自分にプレッシャーをかけてしまいましたが、皆さんもぜひ一緒に頑張りましょう。ということで、みおりんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。